バトラ、見て見て、これが狼と羊のパズル。うん。なんだよ、その本は。狼と羊のパズル？どれどれ。のオオカミと羊をね、一台のボートを使って対岸まで連れてくパズルなの。ああ、そんなルールのゲームを聞いたことあるな。これはそれのオオカミと羊バージョンなのか。おいおい、
使用人の皆さん、郷田さんが食器を洗いに厨房に戻ります。念のためです。皆さんも同行してください。皆さん申し訳ありません。団体行動で参りましょう。シャノン、熊沢、行くぞ。はいはい、ただいま。それではジョージさん、一度失礼いたします。うん、気をつけて。あ、ローザおばさん、僕も一緒に行っていいかな。ごめんなさい。ジョージ君は残ってくれるかしら。ちょっとお話ししたいことがあるの。そうですか。シャノン、ごめん。とにかく気をつけて。一人にならないでね。はい。南條先生、すみません。ちょっとご相談が。はい。何ですかな。わかりました。参りましょう。ええ、よろしくお願いしますね。みんな聞いて、これで今ここにいるのは後ろ宮の人間だけね。うん、確かにそうなりますね。狼を全部追い出したってことっすか、ローザおばさん。バトラ君は頭の回転が早いのね。賢い子は好きよ。話が早いわ。おお、バトラー頭いい？これ解ける？64ページの難しいの。おお。マリアは少しの間テレビを見ていなさい。ママはバトラ君たちとお話があるの。おお。ローザおばさん、パズルの話はバトラ君に聞いたよ。用心深いのは悪いことじゃないと思うけど、さすがに疑り深すぎるのもどうかと思うよ。真の犯人がベアトリーチェかどうかは別にして、少なくとも使用人たちがその一味であることを疑うことはできると思うの。兄さんたちが殺されていた最初の殺人、とても残酷な仕打ちがされていたわよね。あれが一人でできる真似に見える。謎の来客、ベアトリーチェ様が夜鍋をしてチクチクやったのかもしれねえぜ。ジェシカちゃんの部屋の扉をめぐるマスターキンの件は使用人の誰かが関わっている証拠じゃない。うん、チェス盤をひっくり返すぜ。おかしいよ、ローザおばさん。なんで犯人はジェシカを殺した後、わざわざ施錠したんだ？施錠すれば、マスターキーの持ち主が疑われるのは必然。わざわざ施錠する必要がないぜ。そうだよ。バトラ君の言う通りだ。わざわざ疑われるようなことをする理由がない。うん、それは面白い考えよね。もちろん、私もそれは考えた。だとしたら、施錠した人物は使用人を疑わせたくてマスターキーなしであの扉を閉めた。でもそれは不可能でしょ。マスターキーを使わずに閉める方法がないなんてどうして言い切れるの？ルドルフ兄さんの言っていた悪魔の証明になるんじゃない？私たちには想像もつかない方法で閉められたのかもしれない。私たちに思いつかないからといって未知のトリックがあることを否定することにはならない。そりゃそうだけどよ。
つまりあれか、疑わしきは黒ってわけなのか。具体的なトリックはわからないけれど、それでも外郭はわかるの。申し訳ないけど、カノン君を犯人だと仮定すると非常に簡単に説明できる。死体がない理由までね。え、だってカノン君はマスターキーを持ってなかったんですよ。他の使用人ならともかく、カノン君にだけは施錠はできなかったはず。なるほど。それでローザおばさんはジェシカの部屋に入って早々に俺たちにクローゼットなんかを探せと言い出したわけか。ローザおばさんこそ普段の様子から想像できるより頭の回転が早いな。妹の頭の回転速度は常に姉マイナス1よ。今は誰にも気を使う必要がないからせいせいするわ。ごめん。僕にも分かるように説明してほしいな。カノン君のマスターキーはジェシカちゃんのポケットに入って密室に閉じ込められていた。施錠した後に部屋の外からポケットに入れるなんてゲートは不可能なはず。違うんだよ、兄貴。ローザおばさんの想像しているやり方ならこのトリックはカノン君にしか使えない。そしてジェシカのポケットにマスターキーを入れたまま鍵なしで施錠することができる。そしてその結果として死体もなくなることになる。どうやって鍵なしでどうやって施錠するんだい。簡単よ。ジョージ君だって帰宅したら施錠するでしょ。つまみをひねってカチリとね。え、まさか。いや、でもカノン君の姿はどこにも。兄貴にもピンと来たみてえだな。ローザおばさんが室内を探したのはそういうことだ。内側から鍵を閉め、ジェシカのポケットに鍵を突っ込んだカノン君がどこかに隠れて俺たちをやり過ごそうとしているのを探したんだ。私たちはあの部屋を探したけれど何も見つけられなかった。でもだからといってあの部屋に使用人たちしか知らない秘密の隠し通路のようなものがないとは言えない。それがどこに隠されていたかはわからないけれど、その隠し通路を仮定し推理することで彼しかありえないと断言できるのよ。その推理はよ、俺も一番最初に考えた一番嫌な推理だから。一番最初にその可能性を潰したかった。カノンはこの部屋で殺された。であろう？そなたはカノンが犯人であると疑いそうになったため、真っ先にその可能性を潰すために、これを復唱させたのだ。わかっておる、わかっておる。だから、その次に考えたのはこうだった。あの部屋にいたのは実は三人だったという説だ。ジェシカとカノン君は被害者。そして、犯人である来客ベアトリーチェも一緒にいた。という考えだ。そなたは、人間であるわらわが、魔法を使わずに犯行を行ったことにしたいのだったな。なるほど。そなたにぴったりの陳説であるぞ。お前は二人を殺し、内側から施錠した。そして、カノン君の死体を担いで、普通の人は気づかない秘密の方法、つまり、隠し扉を使って部屋から脱出したんだと読んだ。しかし、お前に赤で言われちまった。あの部屋に隠し扉の類はないってな。うん。お前たちの知らない秘密の通路は存在せぬぞ。ノックスだったかバンダインだったか。何でもミステリーには秘密の通路があってはいけないらしい。そのお作法にわらわも従ったということよ。つまり名探偵は部屋を調べ尽くさずして隠し通路がないと断言できるわけだ。人間の推理ごっことはなんとお気楽なものよの。くそ、でけえこと言いやがるぜ。ありがとうよ、魔女様のお取り計らいのおかげで俺も部屋を探し尽くさずに
あの部屋に隠し扉がないと断言できるぜ。うん。この部屋に隠し扉はない。扉と窓以外に出入りする方法はない。ってことはよ、今、ローザおばさんがぶってる自信満々の仮説は間違ってるってわけだ。しかも悔しいことに、この仮説は反証不能だ。魔女のお前は赤で、隠し扉はないと断言すれば、それで決着する。しかし人間の俺は、ローザおばさんにそれを反論しても、受け入れられないだろう。隠し扉がないことを人間は証明できない。悪魔の証明になっちまう。くそ、魔女ってのは便利だな。そんな、あるかないかもわからない隠し扉を理由に、カノン君を犯人呼ばわりするなんて、僕は納得できないな。納得できないなら、より納得できる推理を聞かせて。ないのよ。私はずっと考えてる。これしかないのよ。ジョージ君はシャノンちゃんと仲が良かったわね。だから使用人全員が犯人であることは受け入れがたいと思う。私もシャノンちゃんが犯人の一味であるなんて信じたくない。でも全員であるか否かはともかく、確実にあの中に犯人もしくは共犯がいるのよ。それだけは見誤っちゃダメ。カノン君以外にも狼がいると見てたんだ。ジェシカの部屋で犯人はカノン君だと大騒ぎした。使用人たちの反応を見るためだったっていうのか。ええ、そうよ。そしてその結果、私は一層の疑いを持つに至ったわ。確実に使用人の中に狼がいる。確実にね。そして狼と羊のパズルのように、普段はおとなしくしているけれど、チャンスがあったら襲ってくるに違いないの。ジェシカちゃんは一人で船に乗った羊よ。あのパズルでは頭数の時は襲ってこないけど、私たちのパズルは違う。チャンスと人数次第なら頭数でも襲ってくる。ジェシカちゃんが殺されたように。僕は怒りたいことがある。じゃあ厨房へ行かされてるシャノンは危険な状態じゃないか。今すぐ僕たちも厨房へ行くべきだ。誰が狼だろうと狼でなかろうと、僕たち全員が揃っていれば均衡するなら、それを保ち続けるべきだと思う。シャノンちゃんはお父様のところへゲンジさんと一緒に行った。その時に孤立したはずなのに殺されなかった。ゲンジさんも狼ではないから。違うわ、二人とも狼だったからよ。シャノンは悪事の片棒を担ぐような人じゃない。いくらローザおばさんでもそれは聞き流せません。今の発言に対し僕は取り消しを要求します。兄貴の前で悪いが、その論法エヴァおばさんの雰囲気にそっくりだな。こっちが反論できなきゃ自動的に自分が正しいみたいな。やっぱり血は争えないな、おばさん。私だって今の自分はあまり褒められたものじゃないとは思ってる。でもね、私は母なの。マリアの無事を守るためなら鬼にもなるわ。本当ならマリアと二人きりでどこかに閉じこもっていたいくらいよ。でも私は同時にあなたたちの母でもあるつもりなの。今やあなたたちは私の子供も同然。私は自分の子じゃないからといってあなたたちを見捨てたりしない、絶対。そりゃどうも。私はあなたたちの母として油断しないでと警告したかっただけなの。常に私の目の届くところにいて、私があなたたちを守ってあげる。ついでに俺たちが狼でないことも監視してくれるってわけだ。そりゃありがたいぜ。そういうおばさんは自分が狼ではないって証明はできるのかよ。ええ、できるわ。即答っすね。どうやって？これよ、これが証拠よ。その銃がどうローザおばさんが犯人でないことを証明するというんですか。考えても見て、私が犯人だったらどう。使用人たちが出ていったこの千載一遇の機会を逃すと思う。あなたたちをズドンと撃って
あとは適当な言い訳をするだけよ。窓の外にベアトリーチェが現れて銃を撃ってきたとかね。私は2発を撃ち返したと称して2発分の空薬莢を床に捨てればいい。そりゃすげえ乱暴な理論だが、確かに一理あるぜ。クラウス兄さんが昔よく言ってたわ。力こそ正義ってね。これがまさにそうなのかしら。ごめんなさいね、二人とも。私も今朝からの事件続きでかなり冷静さを失ってる。普段の私を知る二人から見れば、今の私は余裕がなくて少し短気そうに見えるかもしれない。でも分かってる。私は悪意ある犯人からあなたたちを守りたい。そのためには鬼になる。それだけのことなの。怒らせるようなことを言ってごめんなさいね、バトラ君。ジョージ君、仲直りしましょう。証拠は終わりかの？うっせえ。てめえはしばらく黙ったら。Thank you.
良い匂いですね。やはり缶詰ではこうはいきませんね。開封した食材だけで作りましたので、毒が混入しているなんてことはありませんよ。皆さんの分もお作りしていますので、ぜひ食べましょう。もちろん私もお毒味しますよ。安心して召し上がってください。本当にいい匂いですね。郷田さんのまかない料理は本当に美味しいです。美味しい材料を買ってきて美味しい料理が作れるのは当たり前です。私は師匠に、あり合わせのもので美味しく作るまかない料理を極めてこそ真の料理人だと習いました。それはいい師匠でしたな。おかげで私はとても美味しいスープをご馳走になれそうです。親族の皆様にお召し上がりいただくための材料で作ることになってしまったのは残念です。ローザさんも朝からのいろいろでお疲れなのでしょう。無理もないことです。でもそのおかげで美味しい食材のスープが飲めるのですからね。皮肉にも普段の私たちではとても味わえないスープとなりました。できるなら客間の皆さんにもぜひ振る舞いたいところなのですが。ローザ様のご指示に背いている以上よした方がいいだろう。飲みたいものだけ飲むといい。ほほほほ、見えないところで上手に息抜きするのも使用人の心得でございますものね。でございます。じゃないですよね。
どちら様ですか？源氏さん。南條先生と女たちは下がって。一体どなたなんですかな。カノン君、カノン君。カノン、大丈夫か？南條先生。これはひどいですよ。どうしましょう。救急箱ですか？救急箱ですか？カノンさん、傷口に手を当てて、しっかり押さえてください。使用人室のベッドに運びましょう。皆さん、手を貸してください。さあ、カノンさん、しばらく我慢してください。しっかりして、もう大丈夫よ。だから、傷口から手を離さないで。とにかく使用人室へ運ぼう。熊沢ローザ様にカノンが見つかったことの報告を。待って、ローザ様にはダメ。待ってください。カノンさんがローザ様にはダメだと言っています。どういう意味なの、カノン君。今はいい、早く使用人室へ運ぼう。熊沢、ローザ様にはまだお伝えするな。カノンに事情を聞いてからにする。はい。さあ皆さん、急いで運びましょう。早く。これはひどい。何か槍のようなもので刺されたようです。肺まで届いてなければ何とか持つかも。とにかく止血を。
りして、しっかりして。南條先生、火炎のタオルです。なんてむごい。容体はどうですか。本音を言うと、生きているのが信じられん深手だ。刺されどころが幸運だったのかもしれん。だが出血がひどすぎる。輸血が必要だが、明日まで無理だ。ローサ様が僕たちを。喋らないで、カノン君。傷口が開いちゃう。ローサ様がやってきて、お嬢様と僕は。なんですって。ローサ様がですか。そんなことって、そんなことって間違いないのか。はい、間違いなくローザ様でした。さあ、もう喋らないで。熊沢さん、もう一つの救急箱を取ってください。源氏さん、ローザ様がなんてことはあり得るのでしょうか。わからん。確かにローザ様がお嬢様を殺す理由はあるかもしれない。後ろ宮家が全滅すれば遺産は全てローザ様のもの。だとしたらバトラ様やジョージ様も危険なのでは。ローザ様は銃を持っている上に今客間には彼らしかいない。源氏さん、これはかなりまずいことでは。ローザ様の銃は確か4発か5発の弾が込められたはずだ。決して少ない数ではないですね。でもあの銃は弾の装填に結構な慣れが必要だったはず。一発目は撃たせてしまうかもしれませんが、みんなで襲いかかれば次を撃たせずに銃を奪い取れるかも。この島には
医者はいても薬はなく、病院もない。打たれどころが悪ければ死ぬぞ。それは分かっていますが、それより早く行動を起こさないと、また次の事件が起こる可能性も。私たちはローザ様にうまく追い出された気がします。今頃ジョージ様やバトロ様が殺されている可能性も。そんな危険な相手なら無理に刺激しない方がいいんじゃありませんか。しかし明日までは長い。どんな手を打ってくるか想像もつきませんよ。源氏さん、こちらから仕掛けるべきです。せめて銃さえ理由をこじつけて奪えばなんとかなるかも。弾は四五発じゃありませんか。ということは私たち全員を殺すには足りないということです。迂闊に刺激しなければ、きっとローザ様もむやみには。あいつは言ったよ。僕たちを皆殺しにすると言った。あいつは親方様の財産を独り占めするために、台風が過ぎ去るまでにどんな手を使ってでも皆殺しにする気なんだ。あいつはそうするとはっきり僕に言ったよ。くそ、なんて人だ。源氏さん、どうしましょう。私たちにも何か武器がいるのでは。にわかには信じられん。王座様がそのようなことを。源氏様、信じる信じないじゃない、あいつが僕にそう言ったんですよ。この僕が聞いたんです。どうして信じてくれないんですか。起きないで、傷に触ります。あいつは僕たちを必ず全員殺す。もうきっと客間の方々も殺されているに違いありません。僕らが先に殺さなければ、必ず僕らが先に殺される。僕が先に殺されたように、みんなも先に殺される。殺さなきゃ殺される。殺さなきゃ殺される。殺さなきゃ殺される。カノンさん、あんた本当に痛くないのか。ああ、これですか。大した傷じゃありません。大した傷じゃないどころか、あんたは本当に大したことはありません。こんなのもう全然痛くないし、本当に大した傷じゃない。カノンさん、そんなことをしてはダメですよ。
早く横になって。大丈夫ですって。ほらね、大した傷じゃないでしょ。ほら、全然大した傷じゃないですって。やめなさい、傷をいじってはいけません。ほら見て、全然深い傷じゃないんですよ。ほらほら、全然大した傷じゃないでしょ。やあ姉さん、どこへ行っていたの。僕が危篤だというのに一体どこへ。うん、ボイラー室に行ってきたの。探し物があって、それより確かめたいの。あなたは本当にカノン君。ええ、なんだろうそれは。雲の巣を拭き取ったハンカチよ。なんでそんなもの。カノン君なら平気だろうけど、もしあなたにとって雲が天敵だったなら嫌うかなって思って。やだな、僕がどうして雲を嫌うの。ごめん、試すね。シャノンさん、
いい反射神経だ。こういぼれ覚悟が。ゴダ。源氏様、これを。うん。やめろ、それは。近づけるな。やめろ。熊沢、南條先生。何だったんだ。いや、今のは。ゴダ、怪我はないか。私は大丈夫です。しかし、私たちは何を見たんだ。何があったんですか。私はあれを、確かにこの手でこの壁に押し付けていたのに、その私が何があったのか理解できない。